Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. 皆さんこんにちは。お元気ですか？ロスティーズミです。今日はですね、フランス語の EL、そして ELLE の読み方を勉強したいと思います。Aujourd'hui, on va apprendre comment on prononce le IL et ILLE. フランス語の読み方を覚えて、調子よく読み方の練習をしているときによくつまずくのが L の読み方なんですね。で、通常 L っていう文字が出てきたら、ルとかラとかレとかいうふうに読むんですけれども、時々違う読み方をする単語がある。それで、あれとつまずくことがあります。それはなぜかというと、今日勉強する EL、そして ELLE の読み方のせいなんです。Alors, vous êtes prêts? On y va!はい、通常ですね、フランス語で L という文字が出てきたら、普通にルとかラとかね、読んでいいんです。ラリルレロって読んで構いません。ところがですね、この母音プラス EL、もしくは母音プラス ELLE、このような文字が出てきたときには、これは EU、EU というふうに発音をします。この U という音は発音記号で書くとこのような、J の文字、まあ、英語で言うと J ですよね。このような文字になります。これは半母音なんですね。実際にどういう綴りが出てきたときにこのように U と発音するかを見ていきたいと思います。まずはですね、母音のあが来て、その後に EL が来る場合。これは IU と読みます。例えば、レールというね、線路とかのね、レールという意味の単語、これは、ガイユというふうに読みますね。で、次に、また、あ、母音のあの後に、ELL と来た場合、これは、例えばですね、メダルという意味のこの単語、メダイユ、メダイユ、ね、このように、アイユというふうに読みます。で、次に、母音のうが来た場合、ね、このように、う、い、えるという綴りの場合、例えばこれ、太陽という意味の単語、ソレイユ、ソレイユというふうに読みます。これ、ソレイルではなくて、ソレイユというふうに、半母音なんですね。で、次に、う、い、える、えるときた場合、例えば、瓶という意味の単語、これ、ブテイユ、ブテイユとなりますね。えいユという音になります。で、次に今度はですね、う、うという音が、来る場合。例えば、このように綴りを書く場合ですね。う、う、い、える。例えば、肘掛け椅子という名詞、男性名詞ですね。これを、フォトイユ、フォトイユというふうに言います。これ、カタカナで読み方を、う、い、ゆって書いてるんですけども、これ、日本語のうよりも、もう少し口を開いた感じの、う、うですね。なので、う、いゆ。という感じの発音になります。で、次、このように、う、う、い、l、l という綴りが来た場合、例えば、お財布。これは、ポートフォイユ。このように発音します。はい、次にですね、この文字、これは何かというと、リガチュー、合字と言いまして、複数の文字を合成して、一つの文字に、したもののことをこのように言います。この場合はですね、見た通りに、この、おという、アルファベットと、うというアルファベットをこれを2つくっつけたわけですね。で、フランス語ではこの文字のことを、うダンロというふうに言ったりします。つまり、おの中に入ったうという意味ですね。で、これどういうふうに発音するかというと、まあ、上のう、うと一緒のように、うという感じで発音するんですけれども、このような綴りが来た場合、例えば、目。これはね、このまんま書くんですけれども、これは、うい、うい、というふうに発音します。ね。ここの最後の L は、いゆ、いゆという感じになります。で、もう一つ、またここに、同じ文字、うだんろうが来てますね。その後に、ELL と、このような綴りになっている場合、例えば、カーネーションのね、お花のカーネーションのことを、ういえ、ういえというふうに言います。ね。この時も、いえというふうな発音になります。で、次に、う、う、い、える、このような綴りが来た場合。例えば、もてなしとか歓迎とかいう意味の単語。これをですね、あっこいゆ、あっこいゆというふうになります。次に、う、
e, l, l このような綴りが来た場合、例えば、何々お花を摘むとかね、草を摘むとか、そういう場合のこの動詞、これをクイヨ、クイヨ、このように発音します。次にですね、今度はウイユという発音になる単語を見てみましょう。先ほどのこの、綴りもですね、カタカナで書くと一緒のウイユなんですけれども、こちらは、ちょっと開き気味のウなんですね。ウ、ウ、ウイユ。で、次に見るこのウイユはもう狭い、口をすぼめたウですね。ウイユ、ウイユ。こんな感じの音になります。例えば、お、う、い、える、このような綴りが来た場合、ウイキョウというね、植物のこの単語、これは、ふぬいゆ、このように発音します。次に、お、う、い、える、える、このような綴りが来た場合、例えば、麺とか、ヌードル、パスタ、ね、このことを、ぬいゆ、ぬいゆというふうに言います。これもやっぱり最後は、いるではなくて、イユというふうに、発音するんですね。はい、以上のように、母音プラス EL もしくは ELLU という、綴りが来た場合は、この、L の部分はイユというふうに発音するんですね。アイユ、エイユ、アイユ、ウイユ、ね、このように発音をします。で、ここで問題になってくるのが、子音プラス ELLUの発音なんですね。例えば、女の子という意味のこの単語。これ、フィーユと読むんです。だから今まで見たように、イユというふうに発音します。で、例えば、家族という意味のこの単語。これも、ファミーユ。ファミーユというふうに、イユというふうに、LL を発音します。ところがですね、同じように、子音プラス ELLU なのに、この、町という単語。これは、ヴィル。ヴィル、ルと発音するんですね。で、こういう単語が出てきたときに、あれ、イユって他は読むのに、なんでこれはイルって読むんだろうと皆さん戸惑ってしまうと思うんですね。でですね、今日ここで覚えていただきたいのは、もう基本的に、子音プラス ELLU と来たら、もうイユと読んでください。ただし、3つだけ例外があるんですね。その3つ、シンプラス ELLU をイルと読む3つの単語。はい、まず1つ目は、ヴィル、ね、町、都市という意味の単語です。そして2つ目が、ミル、これ、線という意味ですね。これもミルというふうにルと読みます。で、3つ目は、タンキル。これは静かなという形容詞ですね。この3つだけ、これはイルと読みます。この3つだけは例外だと思ってしっかり覚えておいてください。で、それ以外の単語は、子音プラス ELLU ときたらイユと読みます。例えば、女の子という意味の単語、これフィーユですね。で、家族、これはファミーユ。で、ゴリラ、これはゴリーユ。ね、このように、イユ、イユ、イユというふうに発音をしてください。ここでですね、なぜ、ヴィルはイルと呼んで、フィーユはイユと発音するのかっていうのをちょっとお話ししてみたいと思います。まず、この、町という意味のヴィル。これはですね、もともとラテン語の、ヴィラから来てるんですね。フランス語っていうのはラテン語から来てる言葉なので、このヴィルという単語ももともとはラテン語のヴィラから来た単語だったんです。で、このヴィラという単語がですね、だんだん、時とともに、この L2 つあったのが1つになってしまうんですね。L が1つ落ちてしまうわけです。で、その後にこの、1つになった L のヴィラ、これがどういうふうになっていくかというと、この最後のアーが落ちるんですね。フランス語っていう言語は、どっちかっていうと、アーで終わる言語じゃないんですね。で、例えばスペイン語の場合だったら、オラー、ケタル、コモエスタとか言って、アー、アー、アーで終わる言語なんですけれども、フランス語の場合は、どっちかっていうと、ベル、ディフィシール、ボンジューとか、ウ、ウっていう、ちょっとね、閉じた感じで終わる言語なんです。で、フランス人もやっぱりこのヴィラっていうのが言いにくくなってきて、だんだんこのアーが落ちて、ヴィルというふうになってくるんですね。ちょっとフランス語に近くなるわけです。
で、そんなわけで、ヴィラっていうのが、フランス語では、ヴィルというふうに、アが落ちて、ウになるわけです。で、このように、ヴィルになったんですけれども、近代に入ってきて、文法家たちがですね、このヴィルの綴りを、元のラテン語の、綴りにちょっと忠実にしようということで、L をもう一つ加えたんですね。元々のラテン語がヴィラ。で、LLR だったので、まあ、それにちょっと忠実にしようということで、L をもう一つ加えて、Ville というふうになったわけです。で、もしくはですね、この Ville というこの単語ですね、L 一つの、この単語、実は、癒やしいとか、浅ましいっていう形容詞の女性形と全く同じ形なんですね。で、ちょっと同じね、全く同じ綴りだと、まあ、ややこしいので、それを避けるためにも、多分、L がもう一つ加えられたのではないかと言われています。で、このようにして、ラテン語のヴィラから、今のフランス語のヴィルができたわけですね。ヴィル、ルというふうに、読むようになりました。それに対して今度、女の子という意味のフィーユというこの言葉、これはもともとラテン語のフィリアから来てるんですね。で、このフィリアが、時間とともにどうなったかというと、まずこのアーがやっぱり落ちるんですね。で、フィリになった。で、フィリになったんですけれども、で、フィリっていうのはフランス人にとっては、やっぱ発音しにくかったんですね。なので、それがフィーユというふうに変わりました。で、実は19世紀までですね、フランスにはエル・ムイエ、湿ったエルっていう音があったんですね。で、例えばどういうふうな音かというと、このフィーユっていうのはフィリユと読まなければいけなかったそうです。で、このシュニーユ、これ今ではシュニーユと読むんですけども、ケムシという意味の単語です。これはシュニリユというふうに、難しいですけど、シュニリユというふうに読まなければいけなかったそうです。ね、そのように、湿った L を発音しろというふうに、文法家たちが決めたわけです。でもまあ、一般の人から言ったらそんなね、L ムイエ、湿った L なんてもう言いにくいったらありゃしない。ね、フィリユ、シュニリユ、もうものすごく言いにくかったので、なので、一般の人たちはもうね、そんな湿った L なんか使わずに、フィユ、シュニユというふうに発音をしていたと。で、このようにやっぱり、日常でね、使われる、話される言葉が、まあ、だんだんと、一般化されるっていうのが、まあ、通常の言語の、流れですよね。いくら文法家たちがこうしろというふうに決めても、やっぱり使っている人たちによって言語っていうのはどんどんと変化していくわけです。で、今では湿った L、L ムイエというのはもうなくなってしまいました。ね、このように L、L っていうのは、今では EU、EU というふうに、読まれるようになったんですけれども、そう言うと、なんか L、L という綴りが出てきたら、みんなEU って読まなきゃいけないのかなって、ちょっと思ってしまうと思うんですけれども、これ EU というふうに読むのは、このように ELL という時だけなんですね。で、それ以外の時は普通に L と読んでください。例えば、どこどこに行くという動詞、これ、あれ。ね、あれ。これ LL と来てるので、なんか、EU と読まなきゃいけないのかなって一瞬思うんですけれども、これはね、ここ E じゃないので、普通にあれ。と読んでください。ね。こういう場合には、L は一つとして読みますね。二つ読まなくていいです。または、バレーという単語。これもバレー、バレー。普通にレと読んでください。またはこれ、ノリ、ね。貼る、ノリなんですけれども、これもコル、コル。普通にルというふうに読んでください。はい。以上がフランス語の EL、ELL、U の読み方でした。ね。基本的には、あいゆとか、えいゆとかね、いゆというふうに読むんですけれども、3つの例外の単語だけは、いるというふうに読むんでしたね。それではまたお会いしましょう。Merci beaucoup et à très bientôt! Bonjour, c'est Izumi. Merci d'avoir regardé ma vidéo. 皆さん、こんにちは。フランス語講師のロスティ・イズミです。トレビアンフランス語アカデミーでは、本気でフランス語の基礎を身につけたいという方のために、オンラインのフランス語マンツーマンコーチングをご提供しています。これからフランス語圏に留学をしたい、または仕事でフランス語が必要だという方のために、6ヶ月間で効率よく、オンラインでフランス語の基礎をお教えしています。
ご興味のある方はぜひこの動画の下にあるリンクをクリックして、メルマガにご登録ください。またはですね、トレビアンフランス語アカデミーで検索をして、こちらからメルマガの登録をしてください。フランス語の勉強に役立つ情報を、毎日月曜日から金曜日までお届けしています。ご登録してくださった方には、ただいま、0から30分間でフランス語が読めるようになるレッスン動画、そしてフランス語の、初級レッスン、ルッソン1からルッソン6、1から6までを、無料でプレゼントしています。ですので、フランス語が勉強したいんだけれども、なかなか一人じゃできないという方ですとか、フランス語学校に通う時間がない、またフランス語学校が近くにないという方、ぜひ、一度メルマガを読んでみてください。それでは、merci beaucoup et à très bientôt!